ある日のこと、突然闇の波動が光のプリズムを狂わせ、世界中の光を吸い込み始めてしまいました。それから夜の闇が続き、人々は眠ったままの朝を目覚めさす方法がわからないまま、不安な生活を送らされていました。しかしそんなことには全く無関心で、ウィローが大大大好きなコットンという魔法使いがいました。お願いです、助けてください。私の世界が闇の魔物たちに支配されてしまいました。どうか闇の魔物を倒して私たちの世界を救って。魔物のボスを倒せば妖精の国名産のウィローが手に入るのにな。レッツゴー、行くぞ。アグン迎え撃ち。だいウィローちゃんだ。かわいいかわいいウィローちゃん、今食べてあげますからね。いただきます。あダメ、な何するのよ。あては横取りしようっつーこんたんね。え？ビッグでグレートなウィロー？
Hehehehe